こんにちは、インターンシップ生の中島俊介です。今日はポケットモンスタースタジアムというソフトを紹介したいと思います。このソフトは64ゲームボーイパックというのをコントローラーに接続することにより自分のゲームボーイのポケモンを送ることができます。このゲームでは原作と同じようにジムリーダーが存在し、8人のジムリーダーからバッジを得ることで四天王に挑むことができます。このゲームのストロングポイントはミニゲームだと思っています。いろいろなミニゲームがあり、ポケモンの個性をそれぞれ出しています。ポケモンシリーズならではの面白さがありますし、友達や家族でミニゲームなど遊ぶのもいいと思います。なのでぜひやってみてください。以上、中島俊介でした。チャンネル登録といいねをお願いします。